さあ試合再開となります。エールズの攻撃、自陣31ヤードからセカンドダウン7で試合再開となります。パス成功。クォーターバック11番ワイドレシーバー22番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを通しましたクォーターバック11番は井原、取りましたワイドレシーバー22番は山下でした。エールズサードアンド2、ボールオンは自陣36ヤード。エールズファースター、ナニバック24番にボールを託し中央突破させました。見事攻撃権更新となっています。エールズファースター、ナニバック24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズ自陣41ヤードからファースターアンテン、ナイスラン。ナニバック34番トスを受けて右オープンへのランプレー、相手ディフェンスをまくるように攻撃権更新です。エールズファースター。エールズ相手陣に入りまして相手陣48ヤードからファースター運転、ナイスディフェンス。ここでエールズは左サイドにオプションプレーを実行しようとしましたが、これをトライスターズ73番が見事に対応しまして、クォーターバック11番を展開する前に仕留めました。約4ヤードロス。エールズ自陣48ヤードからセカンドダウン14。再び左方向へのオプションプレーでした。今度はランニングバックにピッチし左オープンを展開、ゲインは約3ヤードです。エールズ相手陣49ヤードからサードダウン11。パス不成功。クォーターバック11番、ここでプレーアクションのロングパス、ワイドレシーバー14番がターゲットだったようですが、このパスはオーバースローでパス不成功に終わっています。失礼しました、ターゲットは84番でした。エールズフォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。さあこれをエールズリターンに入ります。エールズこのパントスナップ乱れ、パント自体も大きく飛びませんでした。それを見計らって
トレサーズ2番が果敢にリターン、結果的に相手陣入ったところからの攻撃を得ました。トライサーズに攻撃権は移ります。トライサーズ失礼しました、自陣49ヤードでした。自陣49ヤードからファーストダウン10。クォーターバック55番、パスを投じると見せかけスクランブル、右オープン展開し約7ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトがあります。素晴らしいランをしました。クォーターバック55番は浅野、大阪体育大学出身。試合再開となります。トライサーズ相手陣44ヤードからセカンドダウン3。オプションプレーでランニングバックにピッチをしました。これを受けキャリア29番中央突破、さあ審判の判定を待ちますが攻撃権更新になったでしょうか。わずかに残って攻撃権更新です。トライサーズファースター、トライサーズ相手陣41ヤードからファースターアウト。ここでホイッスル、インタイムアウト。トライサーズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。いやそうですね、いや向こうが取れた、トライサーズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。残り時間5分5秒、生かせる形でこの攻撃なんとか結実したいという思いからのタイムアウトと判断します。ボールオンは相手陣41ヤードでトライサーズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを選択しましたが、これはエールズのディフェンス陣の圧力があり、ランプレーによる原因は1ヤードにとどまっています。しかし果敢にも中央突破を果たそうとしました。キャリア21番は木田、三田小生高校出身のプレイヤーです。トライサーズ相手陣40ヤードからセカンドダウン9。
ス成功。クォーターバック19番、ワイドレシーバー18番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。ただいまのプレーはパス失敗です。パス失敗、失礼しました。パス不成功でした。パスは通っておりませんでした。パス不成功です。取ったかに見えましたが、その前にボールが地面についていました。パス不成功です。従いましてトライスターズサードダウン9となります。トライスターズ相手陣40ヤードですが、この攻撃更新できるでしょうか。キュービーサーク、クォーターバック19番、パスを投じようとしましたが、ここにエールズ77番が殺到。パスを投じる前に倒されました。キュービーサーク大きくロス。キュービーサックしました。エールズ77番は前田、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。トライスターズフォースダウン19でパントフォーメーションを選択します。エールズリターンに入ります。リターナ8番、果敢にも中央を打開し自陣40ヤード付近の地点を確保しました。この位置からエールズの攻撃と変わります。エールズ自陣42ヤードからファーストダウン10。エールズはファーストプレーに出ました。外へ走り出たワイドレシーバー5番がこれをキャッチし、そのままサイドライン際を独走。相手タックルを受けながらそのままエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。エールズ6点獲得。見事タッチダウンを決めましたのはリードオフとエールズの5番山下、近畿大学出身チームキャプテンです。そしてこのキック決まりまして1点追加、リードオフとエールズ63点、トライスターズ0点となりました。試合時間は残り時間3分を切っております。エールズのキックオフで試合再開となります。トライスターズリターンに入ります。このリターン、トライスターズ陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置からのトライスターズの攻撃となります。トライスターズ自陣34ヤードからファーストダウン10。
パス不成功。クォーターバック19番、右側にいたレシーバーへのパスを投じましたが、あわやインターセプトという危険なプレーとなりました。しかし見事なパス対応をしたのはエールズの25番、素晴らしい対応をしました。25番が古久保、摂南大学出身のプレイヤーです。トライスターズセカンドダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでトライスターズ再びパス攻撃でしたが、このパスを取りましたのはエイルズ55番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトをしましたのはエイルズ55番、松本、摂南大学出身のプレイヤーです。攻守入れ替わりまして、今度はエールズの攻撃となります。エールズ相手陣33ヤードからファーストダウン10。クォーターバック11番、パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランプ。しかし結果的に約5ヤードのゲインと変えています。ここでホイッスル。チームタイムアウト、リーダーフォート。エールズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さらなる得点を狙うべくエールズここでタイムアウトを取りました。先ほどスクランブルしましたクォーターバック11番は井原、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズ後半1回目のタイムアウトを使いました。ボールオンは相手陣27ヤードでエールズセカンドダウン5。これはトライスターズナイスディフェンス。オプションプレーでランニングバックにピッチをしましたが、これを2番が見事に対応しましてゲイン約2ヤードで止めています。ここでホイッスル。リーダーフォート、後半2回目です。エールズここで後半2回目のタイムアウトを使います。素晴らしいディフェンス対応をしましたのはトライスターズの2番大畑、大阪商業大学出身です。ちょっと待ってね、エールズサーダウン3。パス不成功。ここをパスで突破しようとしましたエールズ。しかしこのパスワイドレシーバー22番キャッチできず、パス不成功によりフォースダウンと変わります。ボールオン相手陣25ヤードでエールズフォースダウン3。プレーを選択します。ギャンブル。3ヤード前進しないと攻守交代となります。
成功。タッチダウン。ここでエールズパスプレーに出ました。これを取りました。ワイドレシーバー5番、相手タックル引きずりながらそのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。エールズ6点獲得。トライ4ポイントもキックを決めて1点追加。リードフォートエールズ70点、トライサーズ0点となりました。見事タッチダウンを決めましたのはトライサーズの5番、チームキャプテンでもある山下が決めました。近畿大学出身。失礼しました。チームキャプテン山下は摂南大学出身です。リターンに入ります。右オープンつきました。リターンでトライサーズ自陣35ヤード付近の攻撃地点を確保しました。さあトライサーズ反撃になるでしょうか。ファーストダウン10、パス攻撃に出ましたがこれもあわやインターセプトという状況でした。ヘイルズ9番ナイスパスカット。トライサーズ自陣34ヤードからセカンドダウン10、試合時間残り1分13秒。さあスクリーンパスを選択しました。これを取りましてキャッチアンドラン測りましたがキャリア29番、ゲインは約5ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト。トライサーズ。トライサーズ、ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。後半2回目です。トライサーズ後半2回目のタイムアウトを使いました。ボールオン自陣38ヤードでサードダウン6、インターセプト。ここでクォーターバック19番ロングパスを投じましたがこれを取ったのはエールズの3番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトしましたのはエールズの3番ミネ、摂南大学出身。
エールズインターセプトにより攻撃権ダッシュしまして自陣39ヤードからのファーストダウン点となります。試合時間残り50秒。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック11番、ワイドレシーバー19番にパスを通しまして攻撃権更新としました。エールズファーストダウン。そしてレシーバーが外へ出ましたので時計もここで一旦止まります。試合時間残り44秒。エールズハーフウェイからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック11番、ここでロングパス。ターゲット19番でしたがこのパスはターンボールとなりパス不成功となりました。ターンボールとは進行方向手前側逆方向に失速する形のボールを指します。逆に越えていくボールをリードボールと表現します。ヘールズセカンドダウン10。パス不成功。今度はターゲット22番へのロングパスでした。しかしこれもタイミング合わずパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いエールズサードダウンの攻撃に変わります。エールズ前半失礼しました。試合時間残り24秒でエールズハーフウェイからサードダウン10。パス不成功。ここで右サイドライン際にいたワイドレシーバー19番のパスでしたがこのパスは外に出ておりました。19番キャッチしましたが着地地点が外だったためパス不成功の判定となります。エールズフォースダウンに変わります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。リードアウト。後半3回目ラストタイムアウトです。エールズここで最後のタイムアウトを使います。さあこのタイムアウトでどのような選択するでしょうか。エールズ試合時間残り16秒、フォースダウン10。プレーを選択します。ギャンブル。あえてこの4回目もプレーを落とし得点を狙いに行きます。パス不成功。プレッシャーを浴びながらクォーターバック11番パスを投じましたがこれをレシーバーキャッチできず4回目のプレー失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。これにより攻撃権はトライスターズに移ります。試合時間残り7秒。
トライスターズハーフウェイからファーストダウン10。クォーターバック19番自らキープして突破を図りましたが、ゲインは約3ヤードに終わっております。試合終了です。ここで試合終了となりました。試合終了となりました。結果リードエフォートエールズ70点、トライサーズ0点でリードエフォートエールズの勝利となりました。トライサーズ奮闘虚しく敗戦という形になりましたが、しかし最後まで闘志を衰えない見事な試合ぶりでした。この試合も大勝しまして1敗を堅持しました。優勝の可能性をまだ秘めているこのエールズの奮闘ぶりに期待したいと思います。ナイスゲームでした。対してトライスターズ、この試合でも勝利を収めることはできませんでした。序盤戦中盤において非常に惜しい接戦を手に入れなかったことが非常に悔やまれるところではありますが、しかし勝利に向けて邁進してほしいと思います。両チームナイスファイトでした。少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意のあてにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた2人の主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに罪を歌いとして挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み切るに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。この配信は X3 フェスト全13チームの共同企画によって、すべてのチームおよびこの企画にご同意いただきましたさまざまな方々のご協力をいただきまして実現させていただいております。皆様のご協力ご賛同ありがとうございます。その配信を本日受けたまらせていただきましたのは私、道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。